それでは早速本日のお客様をお呼びしましょう。お客様はこの方です。お願いします。稲荷崎高校3年北新介役を演じてます野島健二さんです。お願いします。野島健二さんさんが来てくれました。健二さんさんありがとうございます。すごい外のこの雨の天気とは全然違うテンションで、そうですね、表情だけは雨降ってるんですけど変わらずに呼ぶ。残念、見せたいな、ということでラジキュー初登場でございますよ、はい、ようこそお越しくださいました、どういたしまして。いやありがとうございます。まだありがとうとは言ってないんですけど最後の最後に言うんで撮っといてもらってテンポがいいテンポいいね、なんか、ということで野次元さんのプロフィールの方を簡単に紹介していきたいと思いますよ。いいよ。野島健二、誕生日3月の16日マジで、出身地東京都、そうなんだ、いや趣味ドラム三振、あドラムもやられるんですね。懐かしいこのプロフィール。あれあれだってもうずいぶん更新されてる私、あそうなんですね、多分ね、ほらホームページとかってめんどくさいじゃん。あはいはいはい、はいはいね、だからもうこれ十数年前か下手したら20年前いっちゃうレベル。だからもうドラムと三振が趣味じゃないし、もうなんなら誕生日ももう3月じゃないね。いや変わっちゃいますよね。誕生日まで変わっちゃうんですね。年によってね。10月かな。10月嬉しいですね。10月同じ誕生日になれました。ちなみにそのアップデートされた趣味とかは何なんですか、アップデートされた趣味。趣味はね、料理。お、料理男子。料理得意なお料理とかありますか。ほら料理が趣味っていうと得意な料理ありますかって聞かれるんだけど、はいはいはい、趣味で普通に毎日のように料理するから得意なものってなかなかなくて、ただこの間知り合いがタイを釣ってきたので、はいはいはい、それをさばいて寿司握りました。すげえ、さばけてしかも握れるんですか。握ってやば。そう、あといろんなねお作り作ったりとか、なんかコース料理を作って、いや楽しそう、めっちゃ楽しかった。いやいいな、作り終わった後に呼んでいただけませんか食べたいよね、食べるだけ食べたい本当で、食べ終わった後にぜひ食べ終わった、じゃあもう皿だけ洗いますか皿洗いだけね、二人でちゃんとしよう、みんな楽しかったですか、僕は今一番楽しいですよっつって皿洗ってるっていう心で泣いてんだ食いたかったっつってでも料理が好きだから食べてもらいたいのよ。あいいですね、すごい、どっちかというと自分が食うより、楽しいね。あいいな、料理男子。なんかもう仕事で疲れて帰ると、はい、あもう疲れたから料理しようみたいな。いやすごい、もう疲れたら絶対料理しないですもん。料理しなさすぎて今もう三つ口コンロのコンロの上にガス栓をオフにしてずっとプロテインの樽が乗ってます、まあ実用的だよね。みんなチャンネル登録高評価ベルマークの通知登録よろしくね。